アーサー・フィッツー・ウィリアム・テイトは、イギリス生まれで、後に、アメリカ合衆国に移住した画家である。主に野生動物や狩りの情景を描いたことで知られる。リバプールに近いリビシーホールで生まれた。8歳の時父親が破産し、ランカスターの親戚に育てられ、ランカスターで動物に親しんだ。その後マンチェスターの画廊で働き始め、独学で画家になり、版画作品を、 展展覧会にに出展するようになった1838年にガルを辞めて結婚した。1840年代終わりにアメリカ先住民の生活や風習を描いた画家、ジョージ・カトリンの展覧会がヨーロッパで開かれ、帝都はアメリカに興味を持ち、1850年にアメリカ合衆国に移住した。ニューヨークを拠点とし、夏は、 ニューヨーク州の北部のアディロンダック山地の小屋で過ごし、絵を描いた。1852年から出版社のカリールアイブズがテートの作品を版画にして出版してトは一般に知られるようになった。ニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインでも展覧会を開き、多くの作品を展示した。1858年にアカデミーの正会員に選ばれた。の風景や、 野生動物、家畜を描いた。1905年にニューヨーク州のヨンカーズで没した。ありがとうございます。